どうも、大元帥です。今日もですね、リボーンズキャノンに乗ってきました。でね、リクエストでね、キャノン携帯の、ま、格闘だけで勝ってくださいっていうね、土地狂ったね、リクエストがあったんでね、今日はそれをやってきました。でね、なんと、この試合ね、まさか1試合目でね、同割りきました。奇跡ですね。しかもここで、エグナウィップをばらめきく、いいね、エグナとね、ね、エグナウィップをすごい気でばらまいて、いいね、エグナって牽制していく。しかし、ダブルゼータの、来たね、エグナ、いいね、相方を取ってくれる、説教。これ、エグナウィップね、単発火力が35しかないんでね、かなり厳しい戦いを強いられるんですけど、ここは相方となんとか協力し合っていきたいですね。エグナ、最強、ツンツンと56奪っていく、ツンツン、いいね、ツンツンしていくよ、エグナツンツン、いいね、ツンツン。いいね、最強。ここでステップして、ここで下角を決めていきたいか、ちょっとね、機動力落とすぎるんで厳しいですね。少しそこでプレッシャーをなんとか運ゲーで回避して、次へツンツンとやっていく、最強。ツンツンしていく相方がね、カッコッといるんでね、いい感じですね。そしてちょっとね、体力的にね、300で厳しいんですけれども、まあ、相手もかなり減ってるんで、覚醒来たんで、ここはカットしていってあげたいが、おっ、相手が強すぎる、さっき、今日、まあ、カットしたいんですけど、ね、僕、エグナーしかないんでね、とりあえずツンツンツンと威嚇してく、いいね、ツンツンツン。しかし、食らってしまう。ちょっとね、この火玉はいただけないですね。そして威嚇をして、いいね、ここで覚醒して、いいね、下角、うんばしく、いいね、下角、107奪っていく、さっき、今日。そして、ここで下角が、おっと。相手が引きつけている、こんな頭のおかしいリボンキャノン見たことないって言ったようなご様子。下角でいいね、しっかりと縛いていく。下角でダブゼを縛いて、ここで落ちていくね。いいね。しっかり相方のカットできたんでね。かなり戦況的には。ここでチャリナシクシュシュク、いいね。リボンキャノン、いいね。恐れたまえ、逃げたまえ。しかし相方くんが落ちてしまったので、ちょっと焦ってますね。しかし焦ったところでね、エグナウィップとね、下角しかできないんでね。まあちょっとしょうがないといったところでしょう。でね、ルクス君がね、普通にね、逃げまとってますね。しかしここで、エグナウィップで57与えてくる、即興。おっ、しかし、まあ、CS を出してしまいました。気のせいでしょう。ここでエグナーでなんとか威嚇してくる。で、相手をビビってますね。あいつマジで頭おかしいんじゃないのかって目で見てますね。しかしまあね、頭おかしいんでね、ここはもうしょうがないでしょう。そして、おっと、ルプセルス君がね、かなり警戒してますね。ツンツンツン、おっと、スタッフ君、絡めてくる、30ダメージ与えてくる、さっきょう。でね、30ダメージを与えたんですが、ここで覚醒しないロックをもらっていきましょう。ね、で、僕の覚醒につられてこいつが寄ってきたんでね。しかし、何もできずに、自由先く、相方くん、なんとかしてって感じですね、もう今んとこ。相方くん、助けて頼む、覚醒してくれて、ここで、サビの職員にね、相方を鼓舞していくよ。そして、相方を鼓舞してなんとか試合を決めていく。まあ、僕のね、今の鼓舞がなければね、多分負けてましたね、この試合。うん。ナイス判断といったところを、最強。それでは対戦、ありがとうございました。